あ、すいません、駅員さん。はい、お客様。なんか改札引っかかっちゃうので、見てもらっていいですか？はい、お預かりいたします。こちら、乗り越し精算でよろしかったでしょうかね。あ、お客様。あ、はい。こちら、乗り越し精算でよろしかったでしょうかね。はい、乗り越し精算でお願いします。はい、かしこまりました。お客様、どちらからいらっしゃいましたでしょうか？あ、お客様。あ、はい。どちらからいらっしゃいました？駒沢大学です。駒沢大学ですね。かしこまりました。こちら残高不足でしてチャージいたしましょうか？それとも精算にしますか？お客様。ああ、はいはいはい。チャージか精算どうされますか？どうしようかな。2000円チャージでお願いします。はい、かしこまりました。こちら処理いたしましたので、こちらで改札をお通りください。もうお客様。あ、はい。会話するときぐらいはイヤホン外してください。ああ、それは申し訳ございませんでした。いえいえ、分かってくれたらいいんです。はい、イヤホン取ってるのに聞こえないの？人と話すときはイヤホン外した方がいいと思いますよ。会話が成立しなくなってしまうので、駅員さんを困らせてしまい本当に申し訳ございませんでした。いえいえ、分かってくれたらいいんです。それでは気をつけていってらっしゃいませ。お客様。ああ、すいません、ぼーっとしてました。変な人。落ちた！落ちました！何ですか？やばい、落ちました！何が落ちたんですか？線路に人が落ちたんです！え？僕、目悪いんですけど、確かに線路に人が落ちたんです！すごく小さな子でした！小さい子？え、子供が線路に落ちたってこと？これはもう、時間の問題だ！早く助けないと！今すぐホームに行きます！お願いします！転落されたお客様はどちらですか？どなたか、情報ください！え？情報？はい、線路に子供が落ちたという情報を聞きつけてきました。ああ、あれね。あれって、お客様、なんでそんな冷静でいられるんですか？これは大事故につながるんですよ。まあ、駅員さん、いないよ。ハト。あ、すいません、子供に見えたんですけど、ハトでしたね。メガネ買ってこい。すいません、駅員さん。はい、いらっしゃいませ。僕、大阪から来たんですけど、ここ東京の料金の支払い方法とかいろいろわかんないことが多いので、いろいろ聞いてもいいですか？はい、もちろんですよ。大阪のどちらからいらっしゃったんですか？僕、堺町から来ました。駅員さん、堺町わかります？堺市行ったことありますよ。仁徳天皇が眠ってる古墳に行ったことがあります。え？仁徳天皇ですよね。恥ずかしい。申し訳ございません。そして話が脱線してしまい、すいませんでした。いえいえ。お客様、スイカやパスモはお持ちですか？いえ、持ってないんですよ。なるほど。僕、大阪から来たので、イコカしか持ってないんですけど、さすがに東京じゃ使えないですよね。お客様？はい。イコカ、東京でも使えますよ。そうなんですか？全国共通の IC カードなので、イコカは東京でも使えるんです。知らなかったです。さすが東京、すごいなぁ。任してください。じゃあ早速、お願いします。あ、お客様、そのまま改札をタッチしてください。ああ、タッチか。すいません。東京、すごいな。大阪もすごいよ。お昼、美味しかった。お、鈴木。はい。何食べてきたの？今日は、ラーメン二郎行ってきました。え、二郎？もうくっさ、マジか、めっちゃニンニク臭いよ。仕事中にジロー行くなよ。すいません、やっぱ我慢できなくて。まあいいけどさ。あ、鈴木、申し訳ないけど、車椅子のお客様の対応お願いしていい？あ、わかりました。詳細教えてください。12時54分着、下り電車の3両目前から2ドアね。はい、下り電車3両目前から2ドアですね。了解です、行ってきます。よろしく。ふぅ、お腹いっぱいだから階段で吐くとこだったよ。もうダイエットしねえとな。ん？車椅子のお客様、何両目に乗ってるんだっけ？ 2 両目？ 3 両目？ 4？ 5？ 6？ 7？ 2？ 逆に 10？ 逆に 11？ あ、なんだっけ？マジで覚えてない。どうしよう。え？待って、電車、電車来ちゃった、どうしよう。2両目、3両目、なんならワンチャン 1？ やばい、もう電車来ちゃう、どうしたらいいんだろう。やべ。あ、そうだ、メモしたんだった。3両目の前から2度はね、あっぶねえ。駅員さん、はい、いらっしゃいませ。明日って空いてますか？え、明日？僕とご飯行ってほしいんですけど。え、ご飯？どうしてですか？僕、来年東京メトロ受けようと思ってまして、受かるためにどういったことが必要なのか駅員さんに聞きたくて。いや、プライベートで会うのはちょっと。支払いますから。え？ご飯代僕が支払いますから。
いやいや、そういうのは大丈夫ですよ。出します。え、帰りのタクシー代も僕が出しますから。お気持ちは嬉しいんですけどね。なんだ、なんかすいません。僕の両親どっちも医者なんですけど、明日駅員さんが会ってくれたら、駅員さんが今一番欲しいものをプレゼントしようと思ったんだけどな。今週の日空いてますよ。すいません駅員さん、早く様入れてくださいね。はい、絶対に入れてくださいね。お客様は何のことですか。これわかりません。選挙の投票権。そうです、ここ北千住は足立区ですよね。ええ、足立区といえばもちろん米本光でしょ。米本光。そうです、米本光が国会に行けば必ず足立区は平和になります。だる。まず根本的に足立区の医療従事者の賃金の値上げが。あ、お客様。はい、僕らも忙しいのでそういったお話はやめてください。忙しいだと。え、あなたなんかよりもこの足立区のために必死に働いてる米本光の方がよっぽど忙しいですよ。始まったよ。お客様、これ以上仕事を妨害するのであれば鉄道警察呼びますけどよろしいですか。おお、いいよいいよ。そっちが警察呼ぶならばこっちは米本光呼びますよ。勝手に呼べ。やべ、電車間に合うかな。うわ、しかも券売機めっちゃ並んでるじゃん。どうしよう。でも仕方ねえよな。あ、すいません、ちょっと先に切符買わしてください。僕急いでるんで、ちょっとバイト間に合わないんで、ちょっとどいてください。ごめんね。あ、お客様。なんすか。券売機で並ばれてるお客様の前に割り込んで切符買われようとしますよね。ほう、それがどうしたの。それ犯罪です。は？犯罪？軽犯罪法1条13号、行列割り込みの犯罪で、1000円以上1万円以下の罰金いただきますよ。は？ちょっと割り込んで切符買うぐらいで犯罪？バカバカしい。嘘つくのもやめてくれませんかね？いいえ、嘘ではございません。は？このまま罰金支払っていただくか、それとも最後の列にちゃんと回っていただくか、どっちにしますか？わかったよ、じゃあもう一回並ぶよ。わかればよし。すいません。はい、お客様、押上駅まで行きたいんですけど何番線ですかね。押上駅ですと2番線でございます。あ、お客様、終電が近くなってますのでお急ぎくださいね。え、もうそんな時間ですか。わかりました、急ぎます。どうぞお気をつけて。いや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 、駅員さん。はい、どうされました。どうされましたじゃないですよ。ホームに行ったら終電終わってたんですけど、どういうことですか。あ、ただいま悪天候の影響で終電時間を早めているんです。は、そんなの聞いてないですし、そういう事情をどこかで告知したんですか。東京メトロのホームページには速報として載せてはいるんですけど。いやいや、一時ホームページなんて見ないでしょう。それは申し訳ございません。何か他に伝える方法なかったんですか。今回に関してはそちらが悪いですからね、圧倒的に。まあいいけど。あ、お客様、ご理解いただき本当にありがとうございます。タクシー代ください。え、家まで帰るタクシー代出してくれるんだったら許しましょう。お客様、タクシー代はさすがに出すことができません。嘘でしょ。もうこれラッチ開かないんで、もうしびれ切らしました。警察呼びますわ。これってどっちが悪いの。え、その店めっちゃいいじゃん。ナイス。とりあえず店着いたら連絡するわ。よろしく。あい。いやー、久しぶりの合コンだな。楽しみだな。お客様。はい。今床に唾吐きましたよね。は？それがどうしたの。それ犯罪です。は？嘘つけよ。床に唾吐いて犯罪なんて聞いたことねえわ。軽犯罪法1条26号、1日以上30日未満で刑事施設にぶち込まれる刑か、1000円以上1万円未満の科料、どっちを取りますか。え、冗談でしょ。冗談なわけがありません。さあ、どうされますか。マジかよ。どうすればいいんだよ。じゃあお客様、こういった最悪の事態にならないように、今お客様の手でしっかり唾を拭いてください。はい、そんなに重い罪になると思いませんでした。すいません、しっかりティッシュで拭いておきます。わかればよし。すいません駅員さん。はい、いらっしゃいませ。駅員さんって何時から何時まで働いてるんですか。お、ナイス好奇心。僕ら駅員はだいたい朝の8時から次の日の8時まで働くんです。一日中働くんですか。俗に言う泊まり勤務ですね。そんなのブラックじゃないですか。いや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 、ちゃんと休憩はありますよ。あ、そうなんですね。でも夜はどこで寝るんですか。もしかして駅のホームのベンチで寝てたり。いやいや、まさか。え、ちゃんと事務室に寝室があるんですよ。そうなんですか。しかも立派なお風呂もありますし、駅によっては地上のマンションの一室で寝ることもあるんですよ。へえ、会社でマンションを借りてるってことですか。そういうことなんです。知らなかったです。実は僕、物件今探してまして、よかったらその東京メトロの物件安く借りたりできませんか。できるか。
無線金さん、早客様。彼女が寝坊してしまって、あと1時間半ぐらい来れないんですよ。ああ、はい。なので暇で眠いので、山手線2周分ほど寝てきてもいいですか？大丈夫ですよ。ありがとうございます。料金は1周分ですよね。あ、いえ、1周分ではなく2周分頂戴しますよ。ああ、そうでしたっけ？はい、そういうシステムとなってます。わかりました。あと駅員さん、はい、何ですか？寝る用のアイマスクとかってありますか？アイマスクの貸し出しは行っておりませんよ。あ、そうですよね。じゃあタオルケットは？タオルケットもご用意は。え、じゃあ枕は？枕もさすがに。じゃあせめて耳栓は？漫画喫茶じゃないんだから。ご乗車ありがとうございます。ん？あ、お客様。はい。券売機の前にペットボトルお忘れですよ。ああ、チャージに夢中で水忘れてました。そうでしたか、お客様。わざとですよね。え？それ、犯罪です。犯罪？ポイ捨ては、軽犯罪法第1条27号、1000円以上1万円以下の過料、または、1日以上30日未満で、刑事施設に閉じ込められる刑になりますね。そんな、まだ水残ってたので、誰か飲むかなと思って、わざと置きっぱなしにしてあげたんですよ。へぇー、このご時世で飲みかけの水を置きます？すいません、ちゃんと捨てますから。わかればよし。お客様、どうされました？このカード、改札反応しないんですけど。なるほど。IC カードをお預かりしますね。はい。はい、お調べいたします。おかしいなぁ。お客様、入場記録が残ってませんね。どちらからいらっしゃいました？上野から来ました。上野ですね。いやぁ、ちゃんと改札タッチしたと思うんだけどなぁ。この人めっちゃ時計見るやん。いるよねぇ、こういう時計見ちゃう癖のある人。上野からだいたい何分前にご乗車されましたか？20分ぐらいかな。そこは時計見ないんかい。はい、かしこまりました。それでは処理しておきましたので、こちらどうぞ。あ、すいません。これタッチした方がいいですか？そのままタッチせずお取りください。いや、駅員さんありがとうございました。あ、いえいえ、また来ます。時計見すぎ。すいません、駅員さん。はい、お客様。飯田橋駅に行きたいんですけど、どうすればいいですか？はい、飯田橋方面ですと、2番線からお乗りください。2番ホームからですね。駅員さんは優しいな。ありがとうございました。東京メトロのご利用、ありがとうございます。ちょっと駅員さん。お客様、どうされました？飯田橋駅方面2番線じゃなくて、1番線だったんですけど。いえ、そんなことないと思いますよ。いやいや、普通に駅員さん間違えてましたよ。え？そうですね。申し訳ございません。私の案内ミスでございました。間違えた案内のせいで僕の大学受験受けれなかったんですけど、どう責任取ってくれるんですか？え、試験受けれなかったんですか？はい。駅員さんのそのミスで僕の人生狂ったんですけど。それは大変申し訳ございません。とりあえず僕、大学入れず浪人が確定したので、この1年間どう責任取ってくれますか？責任ですか？それはそうでしょう。お客様、そうは言われましてもそこまでの責任は取ることはできません。とりあえず今住んでるところの1年間の家賃、光熱費、そして参考書、道具など全部払ってくださいね。しかしお客様、前もって大学までの行き方を調べておけばこのようなことにはならなかったんじゃないですか？いやいやいや、駅員さんのせいで僕が大学受験受けれなくて1年浪人する羽目になったんですよ。そりゃ責任取ってくださいよ。これってどっちが悪いの？すいません、金さん。はい、お客様。申し訳ないんですけど、ゴミ捨ててくれませんか？いやいや、お客様ご自身で捨ててくれませんか？そうですよね。大変失礼いたしました。いえいえ。あ、でもお客様？はい。実はそういった家庭ゴミを運んでくれる列車が存在するって知ってました？どういうことですか？一般家庭から出るゴミを貨物列車に乗せてゴミ処理施設へ輸送する列車が存在するんですよ。初耳です。その列車に名前とかあるんですか？その名もクリーン川崎号です。クリーン川崎号。平日は毎日1往復されていて、ゴミを運ぶ列車は日本で唯一川崎市だけなんですよ。なるほど、ためになりましたということなんです。ちょうど僕今引っ越し先を探してたところだったんで、川崎に住みます。たくさんゴミ捨てるぞ。独特。すいません。いらっしゃいませ。この駅にいる鈴木くん、頑張ってますか？お客様は鈴木さんとどういった関係ですか？あ、私は鈴木くんのいとこなんです。あ、いとこさんなんですね。いつも鈴木がお世話になってます。いえいえ、こちらこそ。鈴木さん呼んできましょうか。いえいえ、大丈夫です。あ、駅員さん。はい。僕、上福岡駅から直通運転で豊洲まで来たんですけど、ちょっと料金負けてくれません？え、
いや、それはちょっと無理ですね。え、いや、いとこがこの駅で働いてるんですよ。なんか家族割とか適用してくださいよ。いや、規則上家族割の適用などはございません。何も半額じゃなくて3割引きでもいいですからね。いいでしょ。いや、無理です。え、家族割が効かない会社なんてブラック企業ですね。いとこに言っときますね。勝手に言えよ。あ、やべ、線路に財布落としちゃった。どうしよう。駅員さん、はい、どうされました？線路に財布落としちゃったので取ってくれませんか？あ、落とし物ですね。そうなりますと今すぐには取れませんね。え、なんで？僕の財布が電車に引かれちゃいますよ。しかも4万円入ってるんです。しかしお客様、我々が線路に入るときは見張り員という方を呼ばないといけないんですよ。見張り員。そしてなおかつこの山手線は電車がバンバン通りますので、あまりにも危険ですね。そんな。お財布は線路の奥に落ちてしまっています。なので終電後に取らせていただきますので、終電頃にまたこちらに来ていただいてもよろしいですか？むやみに線路に入るのはとても危険っていうことですよね。わかりました。それでは終電頃に来ます。ご理解ありがとうございます。